おはようございます。さあ2週にわたりまして米沢の方に来させていただいてますが、うん、今回もこちらのお二人に来ていただいてます。山形愛の武将隊直井兼次と前田慶司。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。米沢市は戦国の名門上杉家の城下町、そして米沢といえば米沢牛、今や全国のトップブランドの一つとして知られています。前回テーマで城下町ツアーでござる、で今回はその2とさせていただきまして、はいはいはい、前回はですね言ったら上杉神社をはじめお墓のとこに行かせていただいている米織という歴史とかそういう探訪をさせていただきましたね。では今回はどちらの方へ。おーとっておきじゃおけっすよ。今回あの、はい、上杉家とゆかりが深い酒蔵に案内じゃ。まずは酒蔵、うん、おー本当ですか。ふりかけじゃねえの。酒蔵ならずどういうこと。ご案内の方よろしくお願いします。お願いします。いざ出陣じゃ。そうだ、行かないと。次はお主にやってもらおう。いいですか。どうぞ、うん、いざ出陣。おおでね出会え。バカ野郎。どんなんデザインが来ちゃうやん。すごい古いんじゃないですか。さてお待たせいたした。ここが到着いたした上杉家の御用酒屋でもある東光小島総本店さんじゃ。御用酒屋って言いますと、うん、上杉家というのはお酒をとても大切にしていた、はい、神様に頼ってお願いする時のために必ずここでお酒を作り続けていた。ここに東光の歴史、酒造りの歴史資料館になったわけなんじゃ。お前資料館って書いてあるわ。東光さん自体 の、うん、その酒蔵としての歴史はどれぐらいあるんですか。我ら上杉がこの地に入ったのは1597年の頃、はい、だからその頃からもう作られておった。故に今年で425年6年といったところじゃ。425年。での今現在この場所で酒を作ってるわけではないんじゃ、はい、当時の酒造りの基本、はい、基礎がこんな形であったよっていうのを現代につなげとるわけじゃん。ははこの米沢では一時飢饉の際に禁酒令が発動いたしたわけじゃん。禁酒令。そう、神仏に手を合わせるためにお神酒が必要、はい、神様に雨乞いをするために、うん、神様に届けるお酒が必要ということで、うん、御用酒屋は酒の伝統を受け継ぐことを許された。さあさあ、赤谷中へ。こんにちは。お願いします。あれ優しそうなお店。はい、おかみさんと若おかみさんじゃ。改めて正しくご紹介してください。どっちが若おかみかわかんねえや。上手なんだから。東光さんのお酒っていうものの特徴ってどういうものがあるんですか。全部純米酒です。はあはあ、あのアルコールを添加してなくて、お米と麹菌と酵母菌とお水、あの泉町っていうところあるんですけど、はい、お水がいいお水が出ます。湧いてきて、はい、あとお米ですね。あの日中暑くて、うん、朝晩涼しいからあのいいお米ができます。それから人がいいです。それを作ってくれてる人。早速ですけども、はい、ちょっといただいてもよろしいですか。あの向こうの方で特別今日ごゆっくりいいですか。いただいて、じゃあちょっといただいていこうか、はい、お殿様の態度飲む前から大変なやつよ。これ献上酒と言います、うん、上杉様に江戸時代に納めていたあの造り酒屋でして、はい、あのその時の頃のもろみっていうのはお米10に対してお水が10、はい、だから10対10で富水仕込みって言ってたんです。富水仕込み。あの昔の方がもろみが濃かったと思います。あの今の技術でそのもろみの配合を再現したものです。うわ飲みやす。これはいいわ。すっごいまろやかですね。そうですね。こんなにうまかったんじゃない、あれ最高じゃん。そんなことないですか。そうだ、影勝様しか飲まんのじゃ。献上酒のやつですもんね。お待たせしました。そうやわ。すいません、もう一杯いいかな。美味しいですから。うわー、豪快。申し訳ございません。こちらがですね、なんと雪女神というお米を 18% まで7日間かけて削った。こちらをですね、酒袋という袋に入れて、うん、自然に滴り落ちる雫だけを。トモフルリンクルのことなんですお酒になります。トモフルってそういうことですか、はい、はいはいはい。なので本当にあの丁寧に削って出しもて、はい、したお酒になります。いただきます。いただきます。うわー、もう甘い。全然違う。甘い。
シャインマスカットみたいな、なんかね、うん、色合いと香りとフルーティーというかね、うん、お米の甘さ、お米の芯の甘さじゃん。年明けはこれだな、これ来年はいい年になればいいな、うん、今年あんまりそうでもなかったか米麹の甘酒といいまして、はい、アルコールが全く入ってません、はい、山形県産米のお米を使った甘酒にお野菜や果物を入れて、はい、作ったスムージーになっております。スムージー、はい、飲む点滴と言われているような甘酒ですので、お酒飲めない方でも安心して飲めるような甘酒になってます。あ、これはお野菜感がちゃんとある。これをジョッキでいただきたい。飲みやすい、ほんまにジュースみたい。あ、これはいいですね。生姜の香りがするから、おうおう、うん、なんか風の時に飲ませてもらっていいですか。麹臭さもないし、すごいですね、はい、砂糖も一切入ってないので。そうなんですか、はい、もう本当に野菜とフルーツと麹ののみで、ナチュラルな甘さ、ナチュラルな甘さ、これはいいわ、はい、400年以上発酵一筋で来た、うん、お家柄の味ってことじゃない、さすがですね、これプロじゃん、そらそうですね、そのね、おかみさん の、 そのフォルムが可愛すぎるんです。だからね、意地悪されたら言ってくださいね。あ、すいません、お会計、お会計お願いします。だからね、可愛らしいあれですね。いや、食の歴史、うん、よかった、そのお酒も美味しかったですね。でもね、この通りはもっとわしは好きなのよ。はい、何です、何故この匂い、甘い香りじゃない、いい香り、いい香り、いい香り、うん、でね、この匂いの元はこうバイカドーさん、バイカドーさん創業が1921年、100年ぐらいの歴史がある、はい、そうですね、はい、このおすすめ、はい、おいしん坊というおいしいお菓子があるんじゃない。バターケーキってあるじゃない、はい、あれのしっとりした感じでいろんな味があるんですよ。何本でも食える味じゃん。あと何じゃったっけ、ほら、ふわふわのな、ふわふわのな、おもてなし中さよ、なんかふわふわのシフォンケーキのところがあって、中に、ね、カスタードとかカスタードとか入ってる。今回はこのお土産専門店ではないんだけど、ここではなくて、あっち、カフェの店のあの赤い文字が目印の、はい、このパーラーだな、なんて読むの、マナさんなんだ、マナさん、パーラーマナさん、さよ、パフェの専門店じゃから、常時20種類のパフェがこの写真を待っておる、はい、うわ、出陣、おお、おすすめをいただきたいです、はい、あ、どうですか、冬なので、はい、米沢のリンゴを使ったいい、ね、アップルパイパフェはいかがでしょうか。アップルパイパフェ、いや、アップルパイね、パフェ、はい、アップルパイをパフェにしました、まあ、それちょっといただきましょう、じゃあ、はい、アップルパイ、うわー、ありがとうございます。ちょっと気をつけて、いや、すげー、進めじゃから、正義に、いや、うまそうやな、うん、甘っ、そう、甘いでしょ、シロップにもあって、うん、パフェって なんていうの、このパイ生地、はい、美味しい、サクサクで、いただきます、リンゴ甘っ、うわ、美味しい、うん、今生クリームとリンゴ一緒食べたんですけど、リンゴの甘さ全然引け取らないですね、すごいわ、うわ、うまいわ、リンゴ尽くしですね。これリンゴで言ったら、あの料理的な種類で何種類ぐらい入ってるんですか。3種類です。あ、3種類、そんなバカな、はい、このパフェのお店を始めようと思ったきっかけっていうのは。好きだから。あ、もうご自身がパフェに出会って、うわ、何これってなって、でそっからもうどん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 のめり込んでいて、お店出そうと。やっぱり自分の好きなものを突き詰めてこう出した方がいいかなと思って。結構凝り性なんですね、じゃあ。凝り性かはどうか分からない。冷え性でもありますか。いや、凝り性、肩の凝り性じゃないです。冷え性、凝り性の方じゃないです。はい、この言うた地域の方の歴史と共に歩んできたね、スイーツですよね。うん、どうします、今度、はい、いやいやいや、はい、いろいろ楽しんできたと思うんじゃけども、米沢って夜も楽しい街なんじゃよ。これなんかもう夜のビルだね。そうなんだ。そしてこれヘロヘロしてすごいね。ザ酒という形で、はい、ひょうたんさんにひょうたんお邪魔しようかと思ったので、すげえ、そう、ぜひぜひ中の方へ。こんにちは、ようこそ。あら、お願いします。あらあら、ようこそいらっしゃった。これはこれは、そういうタイプの芸人さんですか。そういうタイプの芸人さんじゃ
いや、あれ、前田さん何しゃれてるんですか、こんなの。実はあの、はい、わしは今店をやっとっての。あ、こちらの店主。いつからやってんですか、お店は。わしは約3年半ぐらいになるかの。3年半やってらっしゃるんだ。うちのおすすめを。いいですか。まずは米沢といえば米沢牛じゃん。うん、だっすね。そして米沢牛、わしの一番おすすめな食べ方じゃん、はい、こちら米沢牛の芋煮じゃ。おー、米沢牛で。さよう、手前から失礼します。はい、これね、無論米沢牛 100% じゃん。うわ、やば、うまこれ何でしょ、このコクといい。なんといいね、おいしい。これまあ、だしもいいの出ますね、やっぱりね。やっぱ油の甘みといい感じに融合して、ね、うん、油がやっぱ米沢牛は甘い。甘み最高やわ、うん、ザ・米沢牛の牛串じゃん。牛串だね。いただきます。めちゃくちゃうまいっすね。やっぱ間違いない味だ。なんやこれ、すごいわ、うん、うまー、うわ、うまい。これがうまいじゃん。きっと米沢牛尽くしで食べていただいて、うん、すごくこう腹もこういい感じになってくると思うんじゃけども、はい、ちょっとここに注目してほしいんじゃ。これ、はい、これの鷹山公やこのわしが米沢で育てようと思って作った植物、これウコギっちゅうもん、うん、これ食用なんじゃ。食用ね。三徳中ての三徳、一つが新芽は食べられる、うん、新芽が食べられる。そうだ。であとトゲあるから垣根にぴったりじゃん、はい、防犯も侵入なかなかできないですね。でこの下の根っこがウコンであるじゃろ、はいはいはい、あれと同じなんじゃ。だから滋養競争の薬になる。せっかくじゃから、うん、本来まあうちの店では出しておらんのじゃけど、はいはい、もうせっかくウコギがあるゆえ特別に今日はウコギご飯を用意いたしたゆえ、ぜひ。こんな感じなんや。ウコギをこう混ぜ込んだご飯でいただきます。米沢の味だね。あ、全然来てない、うん、あ、いい香り。ご飯が一番癖なく食べれる。これはね、あの、あれ、なんか山菜みたいな感じ。さよさよ、ね、山菜ご飯に近いぐらいのいい香り。おいしい、うん、ありがとうございます、うん、カレー継ぐぞの、うん、カレー継ぐぞ。やったの、うん、そうだな。400年前にこのために育てたのそうじゃ、今は実を結んだろ。今年、まあ来年じゃってな、うん、あ、24年は、はい、2月の10日と11日に土曜日日曜日雪道路祭り開催いたすわけなんじゃが、うんうん、実はその11日の雪道路の点灯前の時間には、うん、我ら山形愛の武将隊が全国少将武将を集めて米沢冬の陣を開催させていただいた、うん、そうなんですね。そうなんだ。歴史を感じてそして暖かくなってほしい。まあいいですね。整えました。お、よろしくお願いいたします。いいですか。はい、そらしど水口とかけまして、かけまして、僕の宝物と解きます。その心は売れない。関係あれへんがな関係あれへんし、今日の勉強何やったんや売れないでね。いやいや、修験道の聖地羽黒山、月山、湯殿山の神々を合祭している出羽三山神社では、古代の人々の信仰を今に伝えている奨励祭が行われます。詳しくはホームページをご覧ください。